よーい、スタートって言ったら撮るけんね。俺撮ってたでしょ、絶対。うわ、ベタベタやわ。第1回チャンネルアイコン選手権、レイドアイロン。かっちゃん、こんばんは。かっちゃん好きだな。おい、かっちゃん好きだな。あと2夜連続。なかなかないっすよ。YouTuber じゃない人が2夜連続で出てくるのあんまないっすよ。というわけで、どうせね、一眼レフを撮れる人がいるんだなと、チャンネルアイコンを変えようじゃないかと、もう Twitter のアイコンも変えようじゃないかということで、この企画を考えました。今現在のチャンネルアイコンがこちらですけど、はい、これがチャンネルアイコン。これ二人で写ってて、なんかこれその辺と撮ったやつですよね、あの、うん、ポーンってそう切ったらいいして何も言えねえ。で、あのツイッターのアイコンこれ、ドン。最近変えた自分の自撮りなんですけど、まあ、これはなんだこれ、かの有名な大阪の芸人バルバル三浦からキショイって言われましたからね。バルバル三浦、あのバルバルさんから、バルバル三浦からキショイって言われました。ここに今ワイプみたいに出てますね。まあ早速なんですけど、室内でちょっと何枚か撮ってみましょうかね。はい、じゃあまとめ室内撮りますね。じゃあちょっとお願いしていいですか、撮りながら。何をお願いします。やっぱ撮られる被写体の演者を興奮させるのもカメラマンの仕事だと思うんですよね。やっぱかっちゃんにさすがにその今急にやれって言っても難しいものがあるんで、やっぱここはポージングを決めてもらっていいですか。ああ、こんな感じと。ああ、ここもそれ乗れるんで。じゃあ俺でも分かんないから、イメージ的なやつね。イメージ的なやつね。はい、ちょっとかっこなんかつけてみちゃう。ポケットなんか手入れちゃう。なんかポケットなんか持って入れちゃったりとか、なんかもうすんごいかっこつけちゃってみたいな。どう、そういうの。もっと、あー、もっとかっこよくできる。君ならもっとかっこよくなれるぞ。よし、俺はすごいかっこよくなれるんだ。うるせえ、お前。ちょっと喋り方どういうかなんだよ。あー、そうだよ。はい、到着しました。テンションもっと上げて、かっちゃんも上げて。なに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 これ。あら、あら、何分遅刻が、あの、な、落とすぞってカメラごとまた。そんなに言ったら、あ、いいじゃん、絶対に笑ったらダメだよ。ダーマ養殖中。ただで笑いそう。ここまで来てるんで、ちょっと、よし、真剣な感じ、絶対笑うなよ。納豆混ぜ混ぜぐるぐる、納豆混ぜ混ぜぐるぐる、納豆混ぜ混ぜぐるぐる、納豆混ぜ混ぜぐるぐる。ちょっと待って、えちょっと待って、せめて変化つけて。ジャンプなんかしてみちゃう。ジャンプなんかしてみちゃおっか。どうしたの。上どうしたの。雪降ってる。はい、というわけで帰ってまいりました。面白くなかったでしょう。いや本当にね、一眼レフって昨日も言いましたけどすごくて、もう何撮っても綺麗に撮れるんですよ。もうあのゴミ袋撮っても綺麗に見えるんじゃないかってぐらい綺麗で、まあ、いっぱい撮ってもらいましたんで、皆さんにはね今から選んでいただきたいと思います。ただですね、あくまであの素材でして、そっからさらに編集加えますんで、あの YouTube のアイコンつけたりとかで、なんでその手と言いますか、手ですね、手大好きです。 YouTube やってる人はその手が大好きなんですけども、その手で皆さんも選んでいただきたいなと思います。じゃあ早速いきます。まずエントリーナンバー1番こちら、ででん。はい、これこの角度わかりますか。あのトップ YouTuber の方のあの角度ちょっと意識してみたんですけどもね、まあ、悪ふざけになるんでやめときます。これは冗談でございます。さあ行きましょう。エントリーナンバー1番こちら、ででん。はい、うわー、調子乗ってる、すごい調子乗ってる。あの手越くん的なね、手越くんならぬ足越くんみたいな感じで、まあこれが丸く切り取られてみたいな、まあシンプルなんですよ。室内で撮った感じですね。まあこれエントリーナンバー1番でございます。はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、エントリーナンバー2番、もう次から外になります。こちら、ドン。あはは、横顔ですけども、おー、腹立つね。もうなんかね、後日自分でね見ても腹立つ、すっごいムカつく。だから今もう画面の皆様の、今もう俺その気持ちすごいわかる。なんだ画面の皆様って。まあいいや。続きまして、エントリーナンバー3番こちら、てれん。あのネオンの感じね、イルミネーションやな。ネーションと TAKKU の融合やな。これ絶対誰でも電話してないよな、こいつ。友達いないもん。誰か待ってるんじゃないかと言わんばかりの画像でございますけども。まあ、こちらエントリーナンバー、2番として使わせていただきたいと思います。あ、3番か。じゃ次の画像、こちら、ドリャン。はーい、こう、後ろの車のヘッドライト越しのこのスマシ顔。まあ、こちらどうでしょうか。
やっぱりね、チャンネルアイコンって、まあ、動画見る前にまず見るところなんで、まあ、コメント欄とかで、なんかこの人、すごい、かっこよくない、おしゃれじゃないって、やっぱこう、ルックスにもね、気を使っていかないといけないなと思ってましてですね。俺は一体何を目指してるんでしょうね。ちょっとわかんなくなってきました。続きまして、こちらでございます。ドン！はい。これどうですか？シュレンガーみたいな。シューデンガー的な角度のやつですね。手写してる感じなんですけれども。なんかこちらも楽しそうで綺麗に写ってるなと思って。まあ、これもいいんじゃないかと。エントリーナンバー5番でございます。はい。というわけで皆様にはですね、こちら選んでいただきたいと思います。まあ、チャンネルアイコンに選ばれなかった分で、まあ、ツイッターのアイコン選びたいなと思いますんで。でもやっぱ人目が痛いですね、なんか。撮ってると、あの人モデルさんって思われて多分見てるんですけど、でもブスじゃないみたいな。でもなんかそんなかっこよくないぞみたいな感じの空気が伝わりましたもん、なんか。嫌ね、人ってなんか、まあ、モデルでもないのにこんなことやってる俺が一番バカなんだけど。またですね、昨日も言ったんですけども、その他の画像とかですね、その街の風景、福岡の中洲の風景とかはですね、かっちゃんのインスタとツイッターでも公開してますので、皆さんまだフォローされてない方は、どしどしフォローされてください。よろしくお願いします。まあ僕もこの後ちょっとツイッターには、映りきれなかった画像の分とかあげますんで、よろしくお願いします。はい。というわけでですね、来週はですね、かっちゃんと6人でユニットのバンドを組んでみたでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。かっちゃんありがとうね。